はい、こんにちは、長澤です。今回はこちらのマシンを作ってみたいと思います。ドーン。はい、こちらです。サンダーショット Mark II レッドスペシャルでございます。こちらのマシンですね、2016年2月27日、発売ということになっておりますマシンでございますが、今日はね、2月26日前日でございます。これをなぜ持っているかと言いますと、ですね、この間行われた地元のね、レース、山形県のね、最上町、旧セミ小学校というところですね、その廃校になった小学校の中で、行ったレースということで、今は公民館になっている場所なんですけれども、その時のレースの、第1レースなんですね、ちょっと1位になったということで、これを景品として、いただきました。で、この景品もですね、皆さんがこう持ち寄って景品にした中の一つということで、これその方のお話によると、海外で先行販売されたものはね、国内に入ってきたものを、購入したということでございました。ということで、これをね、ありがたく頂戴してきたというわけでございます。その時のレースの模様はですね、説明欄にリンクとか貼っておきますので、そちらの動画をご覧ください。はい、ということで、今回はこちら、個人的にはね、MA シャーシということで、大変気になっているモデルでございますけれども、これを開封して、組み立てしていきたいと思います。はい、それではこちらサンダーショット Mark II レッドスペシャル開封していきたいと思います。こちらね MA シャーシということでございます。とサンダーショットをね限定モデルのものですね。ゴールドメッキボディのやつとポリカボディですね。それ1つ持っておりますが、サンダーショット関係はこれが3つ目ということでございます。まずはね、サンダーショットよりも何よりもね、僕がやっぱり気になっているのはこの白いシャーシでございます。白いシャーシ、まだね、本格的にちょっと手を加えるということはやっていませんけれども、かっこいいかなっていうことでね、ちょっとね、大好きです。はい。じゃあ開けていきましょう。はい。で、もう早速ね、入っております。これが白い MA シャーシでございます。硬さはね、特に、手で持った感じ分かるほどなんか違いがあるということはないです。強化シャーシというわけでもないですね。普通のホワイトということですね。はい。で、次にこちらですね。ボディですね、クリアレッドになっております。これはこれで、大変かっこいいんじゃないかなと思います。あんまりサンダーショットそのままって使ってる人いないかなと思うんですけどね、まずはねこれ、普通に組み立てしていきたいと思います。はい、ホイールはですね、黒ですね、台形の5本スポークですけれども、普通の台形スポークですね。強化でも何でもないですね。これはこれでね、結構私は使う機会が多いので、これもありがたいですね。はい、タイヤはですね、台形ナローハードバレルタイヤのレッドでございます。レッドのバレルタイヤ持ってないですね、これはこれで、これはちょっと貴重ですね。私の中では持ってないです。はい、はい、その他ね、シャーシ関係のねパーツは全部ブラックとなっております。はい、ギア比はですね4対1となっております。ブルーとオレンジのものですね。はい、最後に、ステッカーでございます。このステッカーレッドスペシャルということで、このカラーリングはですね、専用のものになってるかなと思います。なので、逆にねこれをクリアボディとかにね、使うという手もあるのかななんていうふうにも思います。今回はこのまま普通にレッドスペシャルとしてクリアレッドのボディ使っていきたいと思います。はい、で最後に、ね、説明書です。で、注意書きの黄色い紙が入ってないですね。これは海外先行モデルだからかな、ちょっとわかんないですね。もともと入ってないのかちょっとわかんないですけども、入ってないですね。はい、はい、ということでセット内容こんな感じになっております。では早速組み立てやっていきたいと思います。はい。ということで、組み立てやっていきたいと思うんですが、作り方の方ね、他の動画でも何度もやっておりますので、で、今回もね、ノーマルということなので、その様子はダイジェストでね、ご覧いただきたいと思います。では、やっていきます。せーの。車種とボディが完成しました。では、こちらを組み合わせて、完成した状態を見ていきたいと思います。はい。では、サンダーショットマーク2レッドスペシャル完成車を見ていただきたいと思います。こちらでございます。白、赤、黒のバランスが絶妙かなと思います。ただね、作った感想として、はね、ステッカーがマジでめんどくさいというか難しいということですね。特にここの部分ですね。あと、この横のとこね、サンダーショットってございますけども、これが非常に難しい。ステッカーね、ちょっとここなんか切れちゃってね。間違って切っちゃいました。ね、こっちはサムネイルには使えないですね。こっち側からの画像になると思います。どうでしょう。やっぱカラーリングはね、かっこいいですね。うん。で、キットとしても、台形の黒の台形ホイールね。あと赤のバレルタイヤ。これ削ってもね、ハードだし、まあ、使い勝手いいと思います。あと白い、車種ですね。この辺プレミアム感がたまらないですね。まあ、しかもね、この、まあ、国内販売で、価格、それほど高いわけではありません。まあ、いつも通りね、キット1000円というふうになっております。非常にお買い得なキットになるんじゃないかなと思います。今回はね、何個か買いだめしたいななんて思います。ホイールがね、使い勝手いいですよね。ボディも使いたいですよね。これ MA につくってことは MS にもつくってことかな。うん。すごくいいと思います。やっぱな、ここのステッカーだけちょっと、悔やまれますね。はい。こんな感じでございます。はい。ということで、こちら。サンダーショットマーク2レッドスペシャル作ってまいりました。待望の、まあ、個人的に待望の、なんですけども、この白シャーシですね。まあ、あんまり持ってないので、まあ、1台持ってますけども、こちらね、ブラストアローですけども、これに引き続きですね、2台目の白シャーシと、白シャーシ MA ということですね。ということで、大事に大事に使っていきたいと思うわけなんですが、これは公式大会の会場とかね、そういう場所でしか買えなかったんですけれども、今回のこれは一般的にね、限定ではあるものの一般的にショップとかで買えるということで、何個か買いたいなというところでございます。で、これですね、せっかく作ってどうするのかということなんですが、白シャーシのね、こちらの2台、ありますけども、まあ、シャーシだけね、同じで A パーツの色は白と黒なんですけども、こちら、どっちもね、ちゃんとこれグリスアップして、作っておりますので、一応ね、走り比べしてみたいと思います。というのもですね、これあんまり速くないよっていうね、話を聞いたので、実際どうなのかなということで、次回、走り比べしてみたいと思います。ということで、こちら、サンダーショットマーク2レッドスペシャルを作ってみたという動画でございました。また見てねー。